はい。えー、おはようございます。5月19日、朝6時の相場解説になります。まず、デイリーを見ていくんですけども、私はね、こう、十分下がった後で、上昇に向かうというふうに考えております。ここですよね。このあたりに入ったら、上昇に向かう、うん、跳ねていくんじゃないかなと思うんですよ。というのが、ここだけ見ると、上昇トレンドこうやってね、チャンネルライン引けるんですよね。で、全体的にデイリー見ていると、これ右肩上がりじゃないですか。ただね、やっぱりね、 細かく時間軸を見てみると、下がり続ける可能性もあるんですよ。というのがね、多分、ここを越えて、ここまで行くんじゃないかなっていう見方もできるんですよね。ここにゾーンが一個引けるわけですよ。下ヒゲ。で、跳ね上がったところのきっかけになりますんで。で、ここまで落ちることもあり得るんですよね。このネックラインを越えるかどうかっていうのが一つのポイントになってきます。引いてはここですよね。ですんで、ここから、第一仮説で、 今日にでも上昇に向かっていくっていう考えもありますし、それがなければここまで下落するためのセルでのエントリーを考える。それがデイリーで考えられることですね。で、4時間になってみると、うん、確かにこちらの方で天井を書いてですね、うん、落ちていってるところあります。で、この辺りまで下落は続ける可能性がありますが、 ここで跳ねて上昇に向かうというのが第一仮説なんですけども、第二仮説としては突き破って下に行くと。で、ここにダブルボトム、ヒゲ先のダブルボトムがありますんで、ここを破れるかどうかっていうことになってきますよね。で、これ1時間見るともう想像ついてると思いますけども、完全な売り目線です。うん。だからここ1時間だけを見るんだったら、下落トレンドが始まっちゃってるんで、 1>, 1時間だけで見るんだったらセルに入っても間違いないかなと思うんですよね。まあ、昨日の段階でエントリーするんだったらもう完全にセルですよね。ただ私は昨日でもお話しましたけども、あのゾーンのところまで降りていってそこからの反発バイを狙ってますんで、セルで入ることはしなかったわけですよ。様子を見ていたってことになります、うん。今日中にだからバイに入るか、セルの方でエントリーするかってことが決まるんじゃないかなと思ってますね。まあ、本日はそんなところですね。以上です。